よしきプロデュースによるボーイズグループオーディション、よしきスーパースタープロジェクト X。そこから選び抜かれたメンバー13名からなる超個性派グループ XY、読み、XY。彼らが大型ファッションイベント、第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023スプリング・サマー3月4日の初パフォーマンスに続き、 千葉幕張メッセ国際展示場9ホの11ホールで開催される音楽フェス BUNK ショーケース3月11日のオープニングアクトとして XY 単体として初となるパフォーマンスを行った。この日の出演アーティストはスカイハイ B ファーストチーム m ST キングスバリス l l i s t i c Boys From Exile Tribe の5組が並び チケットは完売御礼状態となった。早々たるアーティストと同じ舞台に立つ XY が、どんなステージを見せてくれるのだろうか。まずはメンバーによる最新コメントを織り混ぜつつ、ライブの模様をレポートしたい。僕の今の気持ちとしては、まず第一に B、ファーストのみんなとステージに立てることがすごく嬉しいし、今回は親も見に来てくれるので、本当に頑張りたいと思っています。 The First, The First を生み出したスカイハイ主催のオーディションで落ちた時に日高さん、スカイハイがおっしゃっていた自分が落としたことを公開するアーティストになってほしいとおっしゃっていた言葉を現実にさせられるそんなステージにしたいですこれまではグループやキャリーパミパユのバックダンサーなどで出演させていただきました今回もグループではありますがデビューメンバーが決まり 二度目のステージで幕張メッセの大きなステージに立たせていただくというのはかなり異例で、とても緊張しますが、ある意味新鮮な気持ちで立ちます。オープニングアクトは、ある意味イベントの良し悪しが決まるくらい大事な部分だと思っています。自分たちのことを知ってもらうという意味もありますが、何より会場をどれだけ温めた状態で本編へつなげられるかという、とても大事な役割だと思っています。 そこが今回 XY としては初なので、今までと違った緊張感を持っています、T。D メンバーそれぞれの思いを抱え、いざ出番の時が近づいてきた。XY の紹介映像が流れるや、場内は早くもざわついていた。前回の第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023スプリング・サマーではサプライズゲストの吉木を含む11人体制でデビュー曲、 クレイジーラブを披露したものの、この日は吉木抜きの初パフォーマンスとなった。最終のリハーサルでは、もっと気迫と殺気を持ってパフォーマンスを、と吉木からアドバイスを受けたようで、XY のメンバーも相当気合が入っていたことだろう。ダンスボーカルグループの五丁和樹丸尾早や、同菊明け、キス、有園ぞの漢字、P、西垣道高、藤岡隆重の8名に、 バンドからカルマ、ガイの2名を加えた10人が T 字型のステージ立つと、観客から待ちわびたように拍手と歓声が起きていた。曲が始まると、五蝶は50自在のソウルフルな歌唱力を響かせ、他のメンバーは前回と比べても躍動感あふれるエモーショナルなダンスを観客に、突きつけていた。続いてバレエの要素を踏まえた西垣の優美なダンスソロ。 それから外の力強いラップが炸裂した後、T 字型のステージを有効活用するようにランウェイするメンバー。それから P のアグレッシブなダンスソロに移ると、歓声はひときわ大きくなり、曲中に盛大な拍手が起きるほどであった。ラストは五調に寄り添うように丸尾が絡むシーンを経て、メンバー全員が片手を上げたポージングで静止して鮮やかなフィニッシュを決めた。以上、XY でした。 ありがとうございました。この後、DUNK、楽しんでってください、とマルオは別れの挨拶をすると、大勢の観客から盛大な拍手が湧き起こっていたのだ。五丁の圧巻の歌唱力、メンバーによるダンスは前回と比べ物にならないほどブラッシュアップされていた。ライブを重ねるごとに進化し続ける XY のパフォーマンスは、これが2回目とは思えないほど成長していた。 間違いなく DUNK ショーケースの火付け役としての役割をきっちり果たしてくれた彼ら。次回のステージも楽しみで仕方がない。